こんにちは。タブーされている性の知識を大人に広める協会理事長の夏山です。5分で人生が生きやすくなる性知識5分スタディ、本日のテーマは生理の仕組みです。皆さん、周りの男性でなんか女性との付き合い方がうまいなって感じる男性はいらっしゃらないでしょうか。気遣いができたり、スマートな対応ができたりして、男性から見てもかっこいいなとか、すごいな、できるなって思う方っていらっしゃると思うんですけど、実はそういう男性って女性の生理のことをきちんと理解した上での行動をとっているっていうのはご存知でしょうか。ただ男性からすると生理は経験するものではないのでよくわからないと思うんですね。でもこの生理の知識をきちんと知ることで、自分がどういった対応を女性にとればいいのかっていうのが分かって、まあ、パートナーはもちろんなんですけど、職場であったり友達とか家族とか、そういったあらゆる女性との付き合い方っていうのが分かって、必然的にスマートな行動をとることができるようになります。5分という短い時間でお伝えしますので、ぜひ動画を最後までご視聴ください。まず生理とは、赤ちゃんを育てるために準備されていた子宮内部の組織が受精しなかったことから不要となって、血液と一緒に体の外へ排出される現象のことを言います。なので生理の時に膣から出る血を経血というのですけど、この経血は普通のピッて怪我した時とかに出る血液とは少し成分が異なります。で、生理が始まってから次の生理が始まるまでの期間を生理周期と呼ぶのですが、この生理周期は個人差があって、通常ですと25から38日でワンサイクルとなっています。この以内であれば正常です。だいたい月に1回生理が来るっていうふうに覚えておいてください。で、このワンサイクルの間に女性の体の中で何が起こっているかっていうのを今から説明します。はい、ということで、まずいきなりなんですが生理です。で、これは女性の内部の構造になっていまして、ここに膣があって、でその奥に子宮があります。で、両サイドに卵巣が2つついています。で、生理っていうのは先ほどもお伝えしましたが、赤ちゃんを育てるために準備されていたこの子宮内部の組織ですね、これを子宮内膜って呼ぶんですけど、これが剥がれ落ちる現象です。で、この子宮内膜はどうやって剥がれ落ちるかですが、まずこう子宮内膜って毛細血管とこうつながってる構造になってるんですね。で、生理の時にこの毛細血管がブチブチって切れて出血を伴いながら、かつ子宮をこうギューって収縮させることでこの経血が出ています。なので女性って生理痛があるっていうのを聞いたことあると思うんですけど、この生理痛は何であるかっていうと、この子宮がこうギューって収縮することによって体に負担がかかっているからなんですね。で、まず覚えていただきたいのが、この生理痛にはめちゃくちゃ個人差があるっていうことです。血行が良くて血液量も良好な方であれば、キュッて子宮を絞るだけで経血ってバーって出てくるので、そこまで体に負担がなくて痛くはないのですが、血行が悪くてかつ血液量が少ない方であれば、その分子宮をこうギューって絞らないとこの経血が出てこないので、めちゃくちゃ痛いそうです。もうひどい方だと、こうずっと一日中下腹部にこうどんどん殴られているっていう、これくらい痛いそうで、産婦人科の先生曰く、これを男性の痛みに例えると、腰に20キロの重りをつけて睾丸をこうギューって握りつぶされたぐらい痛いそうです。もううわーですよね。で、もう一つ覚えていただきたいのが、こうやって血液がめちゃくちゃ使われるので、男性に比べると女性の方が貧血気味になってしまいます。で、この経血が出る期間は3から7日続きます。で、この経血が出なくなったら、この生理っていう期間が終わります。で、次に来るのが卵胞期です。この期間の時に卵巣で卵子が育ってきます。で、かつ女性ホルモンのエストロゲンの作用で、先ほどなくなった子宮内膜が徐々にでき始めます。で、その後に排卵期が来ます。排卵期は先ほど卵巣で育った卵子がピョンって外に出て、で卵管の方へ行きます。で、さらに子宮内膜は増殖して
いい感じになります。で最後黄体期です。でこの時期に先ほどの子宮内膜が今度は女性ホルモンのプロゲステロンというものの作用でより分厚くなってよりふかふかになります。でここでうまいこと精子がこう来て卵子と出会って受精して今度こっち子宮の方に移動して受精卵がで着床することができたらこの子宮内膜は使われるんですけど、着床しなかったら不要になってしまいますので体はこの子宮内膜を排出するっていう準備を始めます。でこの時に女性のホルモンバランスがめちゃくちゃ崩れやすくて体であったり精神に異常をきたすことがあるんですね。イライラしたりとかひどい人だとうつ状態になってしまってもう自分ではどうすることもできないような状態になってしまいます。で次の生理が来ます。はい、ということでいかがだったでしょうか。こうやって女性って僕たち男性がもうポケーっとのんきに生きている間にこう人類が滅亡しないためにめちゃくちゃ頑張ってくれてるんですね。でこれが初潮を迎えてから閉経するまでの、まあ、約40年ぐらいですね。これが毎月のように来て続いています。っていうのを聞くと、まあ、ちょっといつもより女性のことを優しくしようかなって思えますよね。はい、で特に生理中であったり黄体期っていうのは女性がめちゃくちゃ体が辛くなりがちなので、でも男性がこういう仕組みを分かっているとまず辛くなってるっていうのが気づけることもあると思うんですね。でパートナーであったり職場の女性であれば、まあ、あとは自分がやっておくから休んでていいよとか大丈夫って何か買ってきてほしいものあったら言ってねとか、まあ、そういった気遣いができるようになって、まあ、女性からするとあ分かってくれてるなってなってより関係性がうまくなっていくと思います。はい、ということで本日のまとめです。生理とは赤ちゃんを育てるために準備していた子宮内の組織が血液と一緒に排出される現象である。それから生理に伴う体の不調を理解して女性と接することでより関係性が良くなるです。覚えて人生を生きやすくしていきましょう。本日の授業は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。